通り過ぎた通り過ぎた通り過ぎた、勢い余って通り過ぎ映ってる、これ映ってる、回ってる、よし。さあ改めまして V プレス動画をご覧の皆様こんにちは、毎日がエブリデイでおなじみのエブリーです。さあ私いつも以上にテンション高うございます。と言いますのも、なんと2013年の春にスタートいたしましたこの Going My Everyday GME が、なんと今回記念すべき50回目を迎えることができました。これもひとえに視聴者の皆さん、そして、撮影にご協力いただいておりますホールの皆様、そして温かい目で支えていただいているスタッフの皆さん、本当に皆様のご協力いただいたおかげで50回迎えることができました。さあその記念すべき第50回目のお遊戯収録でお邪魔しておりますのは、山形県山形市にございます。はい、ドーン、初めてお邪魔しましたスロットタウンエルパソさん。いやー、もうこれまでにね、本当にいくつものドラマ、涙あり涙あり涙あり、そして時に笑いありと、まあね、いろんなお遊戯そして実践させていただきましたけども、今回は本当にね、もう思いっきりスロットをエンジョイしたいなと思っております。ということでね、本当にね、朝一からやる気とあれをビンビンに楽しもうかなと思っていますので、ぜひ皆さん、最後までご期待いただきたいなと思っております。ぜひ記念すべきこの50回のお遊戯この空のように晴れ晴れしいものにしたいと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見逃すなよ、行ってくるよ、だからこっちだっつうお、記念すべき50回だもんね。ド派手にやりたいよね、ド派手にやっちゃうよこれで。さあということで、もう今回はですね、本当に記念すべき第50回目の、お遊戯収録ということで、もうね、もう勝ち負けはもう本当ね置いときまして、記録より記憶に残るお遊戯やりたいと思います。俺昨日フリーズ引いちゃったんだよな。ほら来い V、来い V、カモン V、 おいしょ、斜め木7から25ゲーム早っ。な、そう、そう、なんでも思い通りにいかないわな。はい、はい、はい。チャンスか。いい。うわ、うわ、マジか。中段木7とか低い、ここで。うわ、当たったんじゃない。ほら。ほら、ちょっと27ゲームだぜベイビー。さあ喜ぶのはまだ早うございます。今スタートラインに私立ったばっかりですから。やつの匂いがする、やつの匂いが。
安定のワンチャンスタート。ただワンちゃんだからといって諦めたらついてこないですからね。よしよしして手なずけてあげればいいんだよ。あー吠えねえか。おい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 、オーケー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 、おい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 、まあまあまあ、悪かない悪かない、50じゃなかったからよしとしようじゃないか。いやそんなことよりもそこをリセットからね引けたっていう、これが最高のスタート。おい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 、一発目からおいおいはい、裏でのゲーム数乗せはなかったですが、まあ70ゲームだからね。はい、素晴らしい。さあ皆さんいかがだったでしょうか、記念すべき Going My Everyday 第50回目のお遊戯実践。いやー最高だったね、完璧だって。投資50枚、回収292枚、なんと5倍近いプラスで飾ることができました。ありがとうございました。さあ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 、せっかくね、朝一超軽いところで当たりましたんで、またここのプロトで引き戻しときたいね。朝一の母です。まあリセットから斜め木菜からなんやかんやでうまいこと投資50枚でヒットしたのはいいんですけどね、その後ね400まで行ってヘルゾーン入んなかったんだよな。でその後800とかって言ってて、もし800でヒットしなかったらそこから天井とか狙いたくないので、もうそれだったら早めに見切りつけた方がいいなということで、今度はねビンゴ来ました。バイーン、ビンゴネオ、よし、朝一122ゲーム回してやめられた台に2台目。来た、突然やってきました。226ゲーム、ちょうど100ゲームぐらいかね、よし、OK、ビンゴに関しては200枚、決めたい決めたい決めたい、セグウェー、決めたい決めたい決めたい、残念、あー継続もないし、ああバカばっかり言ってるよ。言っときますけどね、カメラが回ってるからやってるだけですよ。言っときますけどね。普段からやってると思われたらね、まあ別にいいですけど、普段からさすがにやらないよね。ホールでね、一人でね、決めたい決めたいなんつってたらね。やってもうたぞ、しゃあない、移動だ。
隣に移動します。下田、下田な、結構俺ヒット率高いんだけどな、450移動、早く見切りつけよう。隣に移動します。なぜならば242ゲーム回っているからです。450までは200ゲームもうそこしか狙ってないのかよっていう話になりますけど、まあね、まあ、そこまで行かずに手前で当てればいいし、450までももう本当にね200ちょいなんで、3代目だもう今日は言うてもまだねお昼前ですから、前半戦ですから、やっぱドラマ作らないといけないでしょ。やっぱね、大体ほらもうスロースターターだから、スロースタータースロッターだから踏んじゃないよね。さあ、いや別に迷走してるわけじゃないんですけれども、ビンゴ2台打って、まあ、2台とも450超えまして、でどちらかというと最初に打ってたこっちのね216番台の方がなんかちょっと、まあ、わさわさ感はあったので、どうせ追うならこっちの方がいいのかなということで、また戻ってきました。俺だいたいうろちょろするとろくなことないんですよね、まあ、もう分かってます分かってます。なんか俺前回はそんなこと言ってたな、朝一つかめなかったからとか、朝一なんかやれなかったらちょっと不安がよぎるみたいな展開が多いんですけど、大丈夫、まだまだ前半戦なんですから。冷やかしだったみたいだね。ほにゃららでビンゴ。お、ドラムロールが鳴っておりますが、いくよ、青、セグってなんぼ、594ゲーム、さあセグってなんぼに入りましたけど、はい、ボイン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 いったー、606、いやーちょっとね点々と444抜け、そして隣に移って444抜け、そしてまた戻って606でやっと引けました。ダメだな、でも天井を意識するようになっちゃうとダメだよな。まあでもよかった、とりあえず初当たりはビンゴで引けましたね。ただ37本、1850枚、何ファーさせりゃいいこれ、1750枚、何ファー行きゃいいんだよって話だよね。早っ、
ないない。あ、OK。ないけど、とりあえず継続、とりあえず継続。黒か。黒かー。この際関係ない。よし。ここまでは同じリズムできましたけど、ダメだった時は あ、 あやばい、残念。33単価、画面もいつも通りの画面ですね。しゃあないしゃあない。おー、 F 来てる。わー、来てますよ、来てますよ。赤、緑か。だよね、緑は飛ばさないよね。セーフってナンボー。ここで行くのか。あれ、ここでも行かない。青か、赤だったもんね、さっきね。赤で4分割して行かないんだ。また青だ。わっ、これはすげえぞ。16分割しちゃった。ははっ、4か。よかった、73ゲームです。2発目、ポイポイポイポーン。とりあえずね、危なかった。追加投資することなく74ゲームでヒット。持ち込みあとこんだけだったね。単発だけは避けたいな。あ、甘くないか。あ、小細工は通用しないね。2連単はきつい。ドキドキが止まらないじゃない。1ラインリーチってなんだよ。1ラインリーチばっかじゃん。おお、2ラインいっちゃったよ。あと2つぐらいいっていいよ。
ああ、サンラインまで行ったよ。あ、ここで来るか。行ったー。しかも7。追加50枚で当たったね。90ゲーム。よし、よかった。ファオ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 ファ。おい、粘ってよかった。だがパネルは黒。おい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 、いいよ、いいところでループしだしたんじゃないこれね。がぜんやる気が出てきたよ。お、赤だ。ここはものにしないと。でも赤だからつって力んだらダメだよ。赤で外すとかっこ悪いぞ。まさかの、まさかの、やめてちょうだいよ。うわー、まあ、笑ったやろ今。まあまあ笑ったやろ今。心の中で今、あ、前半後半なしだ、一本だって今心の中でつぶやいたでしょ。ああ最低だなこれ、最低だなこれ。諦めないでもなかったよ。赤だよ、どうかしてるぜ。さあということでやってまいりました、山形県山形市にございますスロットダウンエルパソさんでの
記念すべき、もう記念すべき言いたくないな50回目の Going My Everyday でございました。まあちょっともう後半ね間に合わないんで、フルウェイトのノーコメントでぶん回しましたけどもね、ちょっとやっぱりねまだもうエンジンかかるのが遅かったですね。まあただすごくお店の中の雰囲気はね盛り上がっておりました。まあそれにいい感じで乗れなかったのがね、当たりが引けたのにそこから続かないっていうのがやっぱまだまだ四十肩なんです。これ以上上がらないんです。いや腕の話じゃなくて四十肩ちょっとね、せっかく50回迎えましたんで一回ちょっとね肩をこうちゃんと動くようにリハビリをして、また次回のね泳ぎに挑みたいなと思います。さあ本当にね、今回も初めてお邪魔しましたこちらのエルパスさん、もう本当にね仙台から来ましたという、ね、方もいらっしゃったりとか、仕事ちょっと抜け出して、ね、応援に来ましたなんて、仕事はサボっちゃダメだよね、来てくれてありがたいけど、もう本当にねたくさんの方にご声援いただきました。皆さんありがとうございました。一応言っときますか、投資がトータル45本、2250枚、回収が280枚、結果はこのような形になってしまう。まあでもね、今後100回、200回、300回と目指す上で、これはもう自分にね、お灸を据えるという心をこうね焼き付けて帰りたいと思います。出てた台はすごく良かったんだけど、いや多分ね、でもね、もう補足ですけど、僕が最後に打った台ビンゴね、ひょっとするとひょっとするかもしれないですね。ただまあもう本当に単発単発が続いて、多分もう今頃ファーファー言ってるかもしれませんけどもね、まあ仕方ないです。僕がやれなかっただけと、次に座ったお客さんとかね、他のお客さんが喜んでいってファーファー言ってくれればそれでいいと思いますので、ぜひ皆さん引き続き楽しんでいただきたいと思います。それでは皆さん、次回の Going My Everyday もぜひご期待ください。それでは皆さんありがとうございました。あ、家はこっちだった。